あ、そういうの。おー、来た来た来た。じゃあ、行きましょうか。おいしい。あ、うまっ。では、改めまして、いただきます。いただきます。夏祭りとか、あ、ほら、今日本当は夏祭りの予定だったの。今週の料理は夏祭り予定だったのになって。あ、確かに。まあ、つまり祭りが中止になるとこうなるってことだよね。コンビニでっつって。カレーパンも走ってたんじゃん。はい、行きます。すごい、なんか本当に買いたいものを買いましたって感じだね。はい、そういう日だからね。うん、もしかして聞こえてないかな、こちらの声。なんでウィーンで。うん、やばい、今日のトークテーマ決めてないね。いや、うん、夏祭りについてって話したことあったっけ。いないと思うな。今日は本当は夏祭り、うん、来週覚えてたりありますけどね。だとしたらということで、うんうん、夏祭りって何か思い出ありますかみたいな。難しいですね。難しいですか。夏祭り、自分の思い出を語ることが難しいですか。うん、思い出ないんかもしれない。これ俺の超おすすめなセブンイレブンの金のなんちゃらシリーズなんだけど、金のハンバーグです。高い分だけの価値はあるぐらい美味しいよ。夏祭りって花火大会も夏祭りよな。そうだね、夏に行われる祭りは夏祭りなんです。なるほどね。私はね、絶対にね、焼きそばを買う。へえ、それはなんだ、地元のってこと。どこ行っても、どこ行っても、どこの祭り行っても、なんか大体ご飯の時間に行くじゃん。うんうんうん。え、なんか買わない、みんなで。ああ、うん、あったかいものを熱い熱いって言いながら食べるのが、うん、美味しいと思ってる。そう、そんな感じで基本的に、だから焼きそば、しかも小食だから、昔から、うん、こんな並べていることじゃないけど、うん、小食だから、そうなんで、焼きそばぐらいしか買えなかったんで。え、かき氷も苦手だし、苦手なもの多くてさ。確かに、絶対なんかこの、うん、さっきリンゴ飴って言ったけどさ、リンゴ飴のため、リンゴ飴とかあんず飴とかさ、うん、苦手そうだよね。うん、なんか甘いものは綿飴しか食べれなかった。俺だったらいつも広島風お好み焼きを探して歩いてる。そうなんだよね、うん、それはで知った、私はその存在を。こんなのあるんだみたいな。あ、広島風お好み焼き。うん、マジか。麺入ってんじゃんみたいな。そう、麺入ってるし、ね、満足度高いし、うん、すげえ量入ってるし。そう、でそっちでいいじゃん。それもね、500円とか言ってるからさ、高いところ600円とかな、広島風お好み焼き。いや、今さ、なんとなく、うん、話をぐっと最初に戻して、うん、花火大会までよねって言われて、うん、そうでしょうねと思ったんだけど、うん、花火大会以外のさ、夏祭りって何みたいな、うん。なんかさ、今思っちゃって、私もあんま行ったことないけどさ、うん、縁日とか、うんと、近所のボンドリ大会とか行ってたけど、子供の頃。あー、はい、それは行ってたわ。あの花ってアニメあったじゃん。はい。あの日見た花の名前を僕たちは知らない。まだ知らない。あ、惜しかった、今惜しかったな。そのアニメ結構人気だったんだけど、エンディングのテーマ曲がシークレットベースだったのね。で、あれって歌詞に10年後の8月って出てくるじゃん。うんうん。で、今年が、うん、今が10年後の8月なんだって。だからいろいろなんか企画やってるらしくて、何も見てないんだけど、かけてないんだけど。父も行くか。おもろいなって思ったよ。ゆりくんに怒られるよ。確かに。待たないでください。トゲン坂に待たないでください。よろしくな。そうそうそう。10年前の8月はこんなことになるなんて思ってなかっただろうにね。誰も思ってなかったけど、うん、あの花良かったよね。あの花いいね。うん、まあ一大ブームを巻き起こしましたからね。うん、結構そのいわゆるさ、うちらみたいにもうなんかアニメ大好きみたいな、あさって見るみたいなタイプじゃない人も
見てたよね、結構。うん。もしこの動画を見てる人で見たことない人がいたとしたら、うん、アニメだけでいいからね、うん、映画見なくていいからね。映画は総集編だった。私見に行ってマジでお金ちょっと半額ぐらい返してほしいなって思った、うん、ほぼ総集編だったよね。9割総集編だよ。冒頭と最後の締めぐらいだよね、うん、しかもそれでなんか新しいことがあるわけじゃないから、うん、なんか感動シーンを集めましたみたいな感じで一緒に見に行った人は結構ボロボロ泣いてたんだけど、私はどこに新しい要素が、どこに伏線がみたいな、そのミステリー脳が働き出してさ、うん、楽しみきれなかったわ。あれな、ピュアな人の方がさ、うん、いいよね。なんか本当にピュアになりたい人生だったぜ。うん、俺よ、卵。卵ね、足の。そうだ、あれはあの、うん、今のピュアな話だけどさ、うん、ほんと、セカチュウあったじゃん。うん、あった。あれの映画、うん、を見に行ったわけですよ。あなたが？はい。あなたが？はい。高校、友達。そうなんだね。友達の影響だじゃん。あ、そうそうそう。あ、でもあの時俺、そうそうそう。映画って、未来くんの方だよね。山田孝之がドラマだもんね、そうだ。うん、ドラマは見てないの、うん。俺本読んで映画見に行ったのがね。うん、で、うん、まあ、そうだね、普通に見に行きまして。うん、隣で友達ボロボロ泣いてて。うん、意味がわからん。ひどい。もう、うちはね、泣くタイプじゃないんだよね。うん。もちろん、あの、バイオレット・エヴァーガーデンはボロ泣きしたけど。映画で？いや、違います。映画だと酷評してましたよ。いつぞやのラジオで。アニメです。そのテレビシリーズのね。うん。ピュアな人っていいねって。いいよね。本当にこれ全然バカにしてるとかじゃなくてさ。ね、絶対その方がさ、楽しいじゃん。なんかコンテンツを楽しみ尽くしてる感じがあって、羨ましいんだよね。やっぱり。そう？うん、そう。多分そう。いや、それは多分、それはそうなんだろう。俺もそう思う。ピュアっていいなって思うから。うん。だけど、そのピュアな人たちは、うん、逆にサチさんの好きなミステリーとかをサチさんみたいに楽しめないと思う。うん。なんだろう。一歩引かないで、うん、主人公目線とかさ、うん、そうなってくるわけですよ。うん、そうすると多分ミステリーなんてさ、もう意味わかんないよね。うん。主人公すら怪しいから。うん。でも私は映画見てボロボロ泣きたいんだよね。今までなかった？映画？映画、うーん、本能が泣くかも。本か、うん、あ、びっくりした、本能が泣くかも。いい、本能が泣くか。私は泣かないけど本能が泣きますよ、ね、何言ってんねんみたいな人が。本、本、例えばそのあの今会いに行きます、宮崎葵、違う。あれ？ちょっと間違えたかも。いや、ちょっとね、俺も適当に言ったかもしれない。今会いに行きますは、あの、竹内結子の。竹内結子が。あれ？ちょっと待って、待って。葵ちゃんの、葵ちゃんじゃない。葵ちゃんなんだっけ？今あの、葵優じゃなかった。宮崎葵が走ってるところに想像したんだけど。写真のやつでしょ？そう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 。いろいろともう、記憶が錯綜してます。あ、そう、今会いに行きますは、よきますね。はい、竹内優子と中村獅童結婚のきっかけになって。あれかー、あれは本でボロボロ泣いて、うん、で、映画もその後見たけど、映画は別に悪いわけじゃないんだけど、なんかやっぱ映像になるとちょっと冷めちゃうみたいで、私気持ちが、うんうん。文字で読んでる方がグッてきて泣いたかな。うんうんうん、葵ちゃんのやつなんだっけ、調べるの気になるからね。なんだっけね。いや、今に行きますよかったよね。よかった。あれほんとよかった。俺は本じゃなくていい？あ、ただ君を愛してる。ただ君を愛してる、うん、確かに似てる、構図は似てるね、うん、文章も、うん、そうなの。あれとか、あとはなんかハリーポッターの、うーん、炎のゴブレットじゃないの、その後のやつかな、不死鳥の騎士団かな、もうなんか、まあ、これからハリーポッター読む人がよくわからないけど、すっごい私が大好きだった人が死んじゃうのよねっていうので、なんでってなって泣いたりとか、そういう感じ。本は結構泣く。この間もなんか読んだやつでグッてきたよ。多分東野圭吾かな。そう、本のが多いかも。アニメとか本とか。なんか嫌いなのかな、もしかして。三次元の。
人間のやつ、映画を見ないしね、うんうん、感じ。どう？その系はあるよね。うん、3次元はアイドルしか見ないもんね。あ、私、うん、あ、そうだね。それ嫌いなわけじゃないし、別にね、今もミステリー系を見るんだけどね、自分の頭の中でいろいろこう出来上がるわけじゃないからね。うん、そうそう、考えたいんだよね。うん、映画はなんか犬の映画があって、ロシなんて違う違う、な、全然有名じゃないと思うんだけど、それをテレビでやってて、エンディング、エンドロールが流れる3分前から見始めて泣いた。なんか当時犬を飼ってて、で最後犬が死んじゃう話だったのよ。どうしよう、クッキー死んだらどうしようみたいな感じで、そこだけ見て泣いてっていうのが多分一番泣いたと思う。そういうレベルです。あつしくんはどうですか？なんか泣いたって言ってたよね。うん、いや、さっきからずっと燃やそうとして、うん、一回映画ですんごい泣いた記憶はあるんだけど、うん、なんだっけって。エヴァンゲリオンかな。エヴァではない。エヴァ終わった後にてん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 っていう時間を楽しんでる。俺の泣くポイントはね、うん、声なんですよ。特に、うん、女性の泣く声、うん、ですね。もうそれだけで泣けるね、こちらも。そうなんだ。大体泣けんじゃん、じゃん、はい。アニメも、映画も、ドラマも、あ、ドラマはあんま見ないからわかんないけど、うん。まあ、映画、アニメに関しては、女性が泣くときの、まあ、なんか感動して泣きます。あれですか、ミューズ、解散、うんぬん感動。おしまいにしますって言って。あ、そうそうそう。で、何、浜辺から駅まで走って、駅構内とかさ。うんうん。ああいうところだね。あ、こうなんだ。悲しくってとか、辛くってとかっていうよりかは、なんかこう、感極まってみたいな。ああいうところは、大体何でもこうグッときますね。はい。え、でも MER も結構来るわ、毎回。ああ、はいはい。東京 MER って今やってる、医療もののドラマなんだけど。うん、中里さんね。中里さんきっかけで見始めたけど、あれは毎回結構来るよ。なあ、こんな感じ、どんな感じだっけ。いや、夏祭りを今また思い出してて、思い出した、すごい。いや、思い出そうとしてて、でも夏祭り、そうです、あんま記憶ない。花火大会の記憶、土手にレジャーシート引いてみたいな。うんうん、朝から場所取りして、花火大会も見たいよね。そこ今役所もさ、鉄板で焼けないよね、飛沫でな。一回さ、夏祭りの思い出の回だよね、今日。はい。一回私たち見に行った花火大会でさ、火事起きたよね。うん。あれが結構衝撃的だったな。なんか燃えてないみたいな、うん、なんかピーポー聞こえてきたよねみたいな。なんか今下で爆発したね。めっちゃ怖い。え、でも、なんかこう、笑って話してるからあれなんだけど、その、死者とか出てる、そういう大規模な感じじゃなかったよね。ではないですね。うん。早急に、あ、ちょっと中止します、みたいな。うん。感じになって、大丈夫だったんだけど、なんか話してると、もうさ、これ、終わるね、みたいな。花火大会、中止になるわ、つって、電車構内に帰ったよね。はい。その判断は、マジで正しかった。うん。これ、あかんわ、つって。後日談だけど、うん、その花火大会の歴史の中でその1回だけらしいよ。あ、そうなんだ。地上で爆発して、うん、中止になったのは、これサチさんのおすすめだよね。うん、チーズささみ、うん、しそ巻き、うん、みたいなやつ、うん、美味しいね。美味しいよ、よかった、うん、しかもソースが美味しいんだよ、うん、冷凍だしね。普通になんかこれの大型の、なんていうの、業務用パックみたいなの欲しいよね。確かに、そうだったらいいね。そんなもん、夏祭りの思い出なんて意外とないよね。ないって言ったらおかしいんだけど。まあでもなんか、あえてピックアップできるような思い出があまりない。うん、うん、まあ私は浴衣を着るために行ってたよ。あとは浴衣って焼きそばを食べる会なの。花火は京都苦手だからさ、花火もちょっと苦手なの。やば。
うん、なんか今二人で話をしててさ、うん、夏祭りといえばなんかこう男女間の思い出でしょみたいな、あーみたいなのが全然ないなって思って、ない僕らは何してたんだみたいな、ないよいやそれもそうなんだよ、だから恋愛体質でもないんだよね。俺が知ってるサチさんの側面だけを言うのであれば恋愛体質ではないよくこう俺とずっと一緒にいるなと思うぐらい、うん、興味がない他人男、まあ興味ないね確かに、うん、だって女の子の方がさいいじゃない、可愛いし、うん、いい匂いするし、うん、優しいし、優しいかどうかは人それぞれです、気持ち分かってくれるし、やっぱさ共感してくれない男だと、来てくんならちょっと強く言い過ぎかもしれないけど、うん、思ってる反応じゃないんだよね相談って2種類、2パターンあるじゃん、なんか一緒に考えてほしいときと、ただ聞いて動揺し続けてほしいときと、いいから今は全部肯定してみたいなさモードの時にやっぱり男の人に相談しようと解決策を提示してくれるから、そんなこと分かってんだよみたいな気持ちになっちゃうから間違えたなって、そういう人は悪くないじゃん思うよね、特にあつしとかね、うん、それはだってそうじゃん、そうなるでしょうねみたいなこと言うから、うん、違うよみたいな、いや違うよ鼻分かってんだよってなっちゃう気持ち、うん、そう最近またちょっとこう、うん、思いを新たに、うん、まあ女性ってそうだよねって、そうだね、だからうんうんってちゃんと言うことをもしたいかなってまた、うん、思い始めた。一時期そういう風に結構真剣に考えたことがあって、うんうん、ちゃんとこうただただ聞くということに徹してた時があったんだけど、うん、最近そうでもなくなってきてて、うん、でみたいな、うん、そう最悪でそのモードの時にさでとか言われたらさはぁ、あ、で結局何みたいなみたいなところがこうまあなんだろうね、こう聞きたくなってしまうというか、うんうん、考えたくなっちゃうんですよ、そっち、うんうんうん、だから考えたくなってしまうなって思ってて、でも最近またちょっともう一回して、でも女性ってそういうもんだよねって、うん、いうことも思い、でほらよく言うじゃん、あの男は、うん、こう話した先に何かをこう別のこう例えば解決策だったり、うん、話した結果何か変わるものとか得るものがある、うん、こっちを話の最終地点として持ってくるのが目的なんだけど、女性の場合は話をしたというその自分の中で口で発したというそれが目的だから、うん、それ以上のものはないんだと、うん、あまあそうだよねっていうふうに、ん、最近まだ思い返してます、うん、察しろって難しい、うん、女性側は男性側に対して察しろっていうのは多分無理だからやめた方がいいと思う、うん、そして男性側も女性側ってそういうもんだぞっていう、うん、テンションでお付き合いしていかないといけないんだろうなっていうふうに思うね、うんうん、はい、なんか理解してもらえなかった時に一回来られなきゃいけないよな、何回かは言ったらいいと思うんだよ私は、今はさ聞いてほしいんだけどただっつって、うんうん、まあそんな感じでお互いに理解を深めて理不尽に切れられることが減るといいですね、うんね、知ってもらうのが大事だから、うんうん、ね、何も言わんでさ察しろは難しい、何で分かってくれ、まあそういう方もいらっしゃる、そしてそういうのを許容する懐の深い男性もいらっしゃる、うん、俺はそんなことされたらはって思うから言いたいことがあるのは全部言えって、こんなこと言ってるからさ、なんか少女漫画的なやつさ読まないしさ泣けないんだと思うな、生活中とか、ああもうピュアないなよ、なるなるなるってイライラするもん、少女漫画とか読んで男性みたいな、んの無理だろみたいな、何求めてんだよみたいな、エスパーかみたいな気持ちになるから、確かに少女漫画の男性のこういろいろやってくるのはエスパーだね、うん、あれだしさ、なんかさすれ違いとかめっちゃあるじゃん、うんうん、
なんか 目にこうハイゴミ入ってたのを撮ってるとか、キスしてるように見えたみたいな。聞けばみたいな感じじゃない？そう、聞かないでさ、なんかさ、距離置いてさ、なんかこじれてさ、みたいな。怒るじゃん。え、聞けばみたいな。一緒に解決するよみたいな気持ちになる。っていうことで、少女漫画は、今まで読めたのは数作品しかございませんが。恋愛ものじゃないですね、大体。うん。フルーツバスケットが一番面白いと思います。どうですか？暁の絵なんでした？間違えました。じゃあ最後、一番おすすめの少女漫画を言って終わりにしたいと思います。暁の絵だとフルーツバスケットはいいと思う。あとなんかある？あれよ。レイアース？ロボコンみたいな。ラブコン？ラブ、イエーイ！ロボコンって何？普段ガチのスポコモンになってくると思いますが。ロボコンってあるじゃん、あのロボットのやつだよ。ロボコン。ロボコップじゃなくて？うん、ロボコン。あるんだ。あ、じゃあロボットコンテストのあの NHK がやってるやつかと。うん、ロボコン。俺、少女漫画わかんないもん。あるよ、7とかあるよ。僕らがいたとか。僕らがいたは、ちょっとなんか、暗いから無理。7は、まあ途中までしか読んでないけど、うん、まあでも、あれは絵がなかなかスタイリッシュで、うんうん、ビビアンもおすすめしてるから好きです。確かに。はい。なかなかダークだけどな。うん。どっちも完結まで読んでないわ、私。読んでません。うん。7とかみんな死ぬんかなって思ってんだけど。みんな死にそうだよね。気がする。最終的に何バンドやってない方の7がだけ生き残るみたいな。ああ。ああ、みんな死んじゃったんだ。なんか分かる気がする、うん。で、なんか自分は平和な家庭を築いて終わりそうです。そうそうそう。で、お墓参りとかで終わるの、うん、最後のシーンで、ね。昔はこうだったねって。ななっつって、お墓でこうやってやって、お花置いて。そう、ビビアンのマフラーとか、ぐるぐるって巻いて、うん、終わり。うん。どうする当たってたら。ありえるですよ。というわけで。というわけで。お腹いっぱい。お腹いっぱいなので。ゆっくり、この後か明日のお昼になります。なります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。